さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美由紀です。月曜日のこの時間は植草美由紀の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国のリスナーの皆さんから寄せられた恋愛婚活結婚にまつわるさまざまなお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみの木月玲さんです。こんばんは、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、今日もねご相談寄せられてるんですけどもね、はい、ラジオネームはシュガーさんから、こんにちは、いつも楽しくいろいろな気づきをいただきながら聞いています、はいはい、シュガーと申します、はい、結婚相談所に入会し一度退会しましたが、はい、出戻ってきた47歳です。はい、大会後は結婚まで至りませんでした、はい、理由は大したことない軽い喧嘩からお互い連絡を取らなくなって私からお別れをした次第です、はい、当時は一時の盛り上がりで真剣交際もないまま大会し、相手の性格をよく知らないままだったので、それを反省し今の相手とは真剣交際中にしっかりと価値観や将来図などをすり合わせているところです、はい、前置きが長くなりましたが本題です、はい、お相手は大部分価値観などが合うものの、うん、会っている時はそれなりに気持ちも寄り添っているのですが、うん、会っていない時はかなり冷静な自分がいて、うん、相手との温度感が結構あります。この年で気持ちを寄せてくださる相手がいることはありがたいものの、うん、温度感があっても大会、うん、結婚に向けて進んでもいいのでしょうか、うん、結婚がしたくて相談所に入ったのに何を言っているの、うん、と言われるとは思います、うん、自分でもグダグダしてるなと思っています。植草さんはこんな婚活者は山ほど対応されていると思いますので、はい、ガツンと私に一歩踏み出せる魔法の言葉をいただけないのでしょうか、はい、婚活ループから抜け出せないことが苦しくてしょうがないです。どうぞよろしくお願いします、はい。まあ、一度退会されて、はい、まあ、出戻ってこられたということなんですけれども、はいはいはい、まあ、そもそもね、シュガーさんはもったいなかったよね。その前回も成婚退会されていた、うん、だけれどもその軽い喧嘩からそう、ね、うん、結婚せず出戻っちゃった、はい、ということなんだけど、うん、まあ、確かにこういうことってゼロではないですよね、はい、ゼロではないんだけれども、うん、そもそも前回の時にすり合わせができてなくて、はい、大事な大事なその真剣交際という期間をすっ飛ばして成婚しちゃってますよね、はい、なので今回はそこを振り返ってみて良くないなっていうことで、いろいろと真剣交際中に価値観とか将来図などを、まあ、すり合わせているっていうところなんだけど、すり合わせの仕方が違うのかもしれない、もしかしたら、はいはい、うん、もしかしたら好きなのかな、この人のこと好きなのかなとか、そういう目線で見てんじゃないかなと思うんですよ、うんうん、そういうすり合わせじゃないんですよね、その温度感っていうところですかね。実はもういつも言ってますけど、はい、未来予想図を引いて、そのどなたかね、栄養さんでもいいですよ、栄養さんと手をつないで生きていくには、シュガーさん一人だったらこんな生き方だけれども、この一人で思い描いてる生き方を栄養さんと手をつないでいったらこんな生活になるなっていうところが、今よりも幸せ、はい、今よりも楽って思えば飛びつくんですよ、うん、で飛びついてっていろいろとすり合わせていくっていうところなんで、はい、ちょっとやり方が違うのかもね。まあ、その真剣交際に行く前にもう退会をしちゃったっていうことなんですけど、はいはい、結局シュガーさんの中で結婚相談所とは、うん、まあ、出会うツールというか、うん、出会う場所でありっていうような考え方だったんでしょうね、うんうん、まあ、そもそもなんだけど、まあ、マリミの場合は、はい、真剣交際に入る前、はい、この方真剣交際入らないで成婚してますよ ね、 そ、 うですね、はい、でそしたら成婚大会しますって言ったら、どよめきますよ、まず我々、って真剣交際入ってないんで、仮交際中にってことですよね、はい、何があった、うん、まず生活費はどうした、うん、誰がいくら払う、うん、住むところは何線のどこどこの地域、うん、っていうことを聞いて、はい、あなたの仕事は変わらず続けるのよねとか、であと親御さんはどういうふうにおっしゃってるのとか、うん、それよりもおいおいちょっと待って、エンゲージリングってどうしたのとか、はい、そういうような決めなきゃいけない、双方が決めとかなきゃいけないようなことを、我々が中に仲介で入っていろいろと交渉したりなんだりするわけですよね。で方や世田谷がいいって言ってる女性がいて、うん、男性がいやいや自分の仕事の都合上大田区がいいんだよ、はい、ってことになって、そこで揉めたらもう成婚しないんですよ、はい、真剣交際の間にこれをやるんですね、うん、場合によっては仮交際中でもこれをやるんですよ、はい、でそういうところを一応一つずつこう潰していくわけですね、はい、潰して綺麗な色に混じっていけばそれは OK、はい、でも混じらないで跳ね返っちゃったらそれはもうダメっていう判断をするんで、そこをやらないで成婚してしまったところがまず問題、うん、
そうですよね、仮交際中に些細な喧嘩をバンバンして、はい、でそこですり合わせていて仲直りできたらその方なんですよ、はい、歩み寄れる相手っていうことですよね、うん、で一言ズバリと言ってくださいなんで言ってみましょう、はい、まずは結婚しなさいこれです、はいはい、結婚一回はしないと、うんね、あのマリミで20代でバツ2の人いますよ、うん、ほうほうほう、そのぐらい の, その人生に自分が責任を取って飛び込む、これも大事、うん、はい、でも50近くなるでしょ、うん、四捨五入して、はい、それでグズ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 してるから、うん、もう自分が可愛くってならない、うん、傷つきたくないっていうお考えなんでしょう、うん、ね、むやみに傷つく必要は傷つく必要はないけれども、はい、あまりにも自己防衛が強すぎて、うん、本当の幸せをつかめない可能性がある、はい、人生ね90過ぎまで生きるんですよ、はい、あと倍生きるでしょ、うん、倍生きるんだから1回2回結婚したってまだまだだからそうですね、まあ、なかなか80歳になってから結婚できる方は少ないでしょうから、うんはいね、でも会話しないと、うん、まず1回結婚してみましょうよ。そうですね、はい、でこの方のねシュガーさんのおっしゃっている内容の中に結局その相手との温度差が結構あって自分は冷静だっていうふうにおっしゃってるじゃないですか、うんはいはい、ということはまあ彼の気持ちが、まあ、重いと、うんというか、うんうんうん、彼の方がこう真剣になって熱い気持ちが多分シュガーさんの中ではついていけないっていうような感じで取れるんですが、うんうん、多分ね、はい、あのシュガーさん好きになってないっていうことだと思うんですよ彼を、うんはいはい、で好きになってないっていうのはね当たり前のこと、うんね、この年齢で20代のお嬢様みたいにねなんかこうぷわっとしててラブ、うん、ロマンとかね、はい、かっこいいとかね、そういうそのないんですよ、はい、だって冷静でしょ、はい、もう世の中知り尽くして睡魔は前も知っていてでいろんなもの見てる人がそんなにねキュン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 になったら怖いそうです、ね、逆にそうですしたらもっと早く結婚してるよ ね, もうねそうそう人はね怖いでしょ、ね、そういう人は もっと前に結婚してるて、ね、あの人のことが好きで好きで眠れないのって怖いですよねそういうものだからね。あとそもそも結婚相談所での結婚っていうのは冷静なわけですよ、はい、冷静条件が合うところからスタートなんで、はい、まあ、選んでもらった人と会ってで、はい、でそこから1時間お茶してってことだから、はい、好きになるっていうのは結婚してから ね, そうですね結婚してからお互いがお互いを、うん、そうね愛してくれるのずっと前ですよ、はい、気にかけてくれて何かこう手伝ってくれるとか、うんね、誠実に対応してくれるとか些細なことでそれこそねあストッキング破けてるよとか言ってくれるだけでもいいんですよ、はい、そういうようなね些細な積み重ねで夫婦愛っていう絆ができてきます、うん、だから恋愛みたいにキュンキュンとかないから、まあ、条件のすり合わせはできているのでね、うん、そんなにこうなんていうのかな結婚生活の中で大きなトラブルはなさそうですよね、はいはい、だからあとはもうね、うん、進んでいかなきゃうん、だから冷静であることはいいことですよね、うん、むしろね本人がだって大人だからね、うん、冷静なはずでしょでもう石橋叩いて叩いて叩いてたら壊れちゃうよ、まあ、だから結婚相談所入ったんでしょっていうところでもそうそうな私もよく言いました、うん、あなた何しに来たのと、うんうん、相談所に言うことあります、はい、そしたら結婚しに来たんですって言うから、うん、どうもそうは見えないよと、はい、荒探しに来たようにしか見えないよとか あと恋愛しに来たようにしか見えないよねっていうのまた逆にそういう方もそう、うん、こう恋愛しに来るとこじゃないよと、はいね、ノンフィクションでも言ってましたけど、はい、それはもうちょいちょいと言ってます。彼女はシュガーさんは恋してるかな恋しに来たかな、うん、恋愛相手を見つ、うん、恋愛相手の延長用に結婚相手がいる、はい、っていうことを前提にそうでおそらくその男性が、うんもうそろそろ成婚大会しない、うんうん、とかいろいろ言ってくれてるのに気持ちがついていけないっていうところだと思うんですよ好きじゃないのにいいのかしらみたいな、うん、そう、うん、そのうちそれずっとやってると向こうも飽きてくるから、うん、そうよねじゃあいいですさようならって、ねみたいなね、なっちゃうからね、うんうん、あんまりもったいぶるのもやめた方がいいと思うよそうですねはいそうです、はいうん、結婚今しなかったら、はい、50になったらまだまだまだ悩みが続きますで60になったらもう後悔しか残らないから言っとく、はい、言っとくよ、はい、なので一回とにかくして、うんまあ、今価値観や将来図などをまあすり合わせているところですっていうことなんですけれども、うんまあ、具体的に、ね、その価値観とか将来観ってどんな風にすり合わせ自分がそのこの先の生き方、その
まず1年後、3年後、5年後、10年後、20年後、30年後どうなってるか、その時にお自身の親御さんが何歳ぐらいになっていて親の介護はどうするのかとか、でそういうことをまずこう未来予想図を引きますよね、はい、そこの道に一緒に乗っかってくれる人じゃないとまずダメですよね。手をつないで一緒に乗っかってくれる人、うんうん、じゃなかったらもう最初から1年後も続かないですよ。1年後そうなっていたかったの、俺はそんなこと思ってなかったよっていうことになっちゃったら、はい、そこでもうおやおや1年後に違ったなっていう結論が出てしまいますよね、うん、なのでそれがすり合わせ、うん、で同じように私は私はじゃなくてあなたはどうしたいの、残った人生を脱線しないようにその男性と手をつないでいけるかどうか、それです、うんうんうん、だから自分自身の未来予想図が出てない人はこういう波になっちゃう。自分の未来予想図がもう決まっていたらひょいひょいひょいって選んでいけるから、この人なら乗れる乗れないっていうことがね。そうそうそう、だからこういう方っていうのは結婚することによって夢を持っちゃってるから、はい、で夢を持つのは自由だけれども夢すぎるんですよ、ビッグドリームになってるわけ、うん、でそうすると結婚と同時に何か突然何か爆発してすごいことが起きていくんじゃないかなぐらいの何かイマジネーションがあるんです。結婚に今ロマンというかすごいのある、壮大な夢がある、うん、というところですかね。なるほどね。まあまあとにかくね、60になって後悔しないように、うん、はい、一度は飛び込みましょうよ。そうですね、うん、出ましたね新書、はい、結婚の技術ということで、はいはい、良好な人間関係を築く極意、学校で教えてくれないこと、学校で教えませんよ、はい、はい、そうですね、私が教えしています、はい結婚できる自分になっていなければ今期は訪れません、はい、ということでね、はいはい、こちらの本っていろいろ先生がこれまでおっしゃったことを詳しく、はいはい、うん、そうですね、はい、カウンセリングでね、はい、まあ、心に刺さる言葉をですね、はい、いくつも言ってるようなんです、はいはい、まあ、そういうようなこうキラキラ魔法の言葉みたいなものをたくさんピックアップしてですね、はい、なんでそういう言葉なのっていうところとか、はいはい、実際じゃあそれをどういうふうに回避していけばいいのっていうようなことを解決策を書いています、はいはい、ここの本の中にね、うん、まあ、よく寄せられるご相談の中のね、うん、はい、例えばどうして1000万なの、そうもう皆さんがねお相手の希望年収をですねもうなんていうんですかね、声を揃えて1000万って書くことが多くて、はい、この不況の時代にですよ、はい、でじゃああなたはいくらなのっていうところですよ、はいはい、あとですね、いい男がいないと嘆くより、うんうん、いい男があなたを選ぶかどうか考えてそうそうそう、ね、もうね割とズバリと言っておりますが、そうですね、この、はい、この表題だけでこう思い当たる方はね、はい、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと。そうですね、ぜひぜひね、はい、皆さんに読んでいただいてですね、はい、Amazon でも買えますし、はい、大きな書店でも買えますし、うん、3回ぐらい読んでいただきたい。そうですね、よくよく噛み締めてね、はい、お読みいただきたいなというふうにね、はい、はいはい、思います。そろそろ時間ですね。お相手は植草美幸でした。ではまた来週この時間お楽しみに。ごきげんよう。さよなら。